どうも、Dチャンネルです。今回ですね、中華丼を作ろうと思ったんですけども、もう本当肝心の米をですね、今うち切らしておりまして、代わりに主食になるものを探してたら、こういったスパゲッティがあったんで、あの名古屋飯であんかけスパゲッティっつって、だからケチャップ味のあんをかけた、そういった料理があるらしいんで、多分パスタとそういうあんっていうのは合うと思うんですよ。なので今回このパスタの上に、中華丼のようなそういうあんをかけた、中華丼ならぬ中華麺、中華麺っつったらなんか普通のラーメンみたいな感じだな。そんなわけでまずはパスタをレンジで茹でていきます。そんでパスタを作ってる間に上にかけるソース、あんを作っていきます。鍋に千切りにした生姜、そして気持ち多めの油注いで、最初弱火で生姜の香りを出していきます。で、生姜がパチパチいってきたら、冷蔵庫で適当に余ってた野菜加えます。人参、玉ねぎ、チンゲン菜、ごめんなさい、チンゲン菜じゃなくて小松菜でした。まずの茎の部分です。全体に油が回ったところで、冷凍のエビがあったんで、それを解凍してこちらも加えます。で、軽く塩コショウで下味、さらにしめじも追加。いやー、やっぱ中華丼とかのなんてこういう感じで具沢山の方がいいっすもんね。で、今回の味付けなんですが、本来中華丼の味付けはここに鶏ガラスープの素とかオイスターソース、醤油とか塩コショウを加えて仕上げるんですけども、今回は手軽にこちらインスタントラーメンの塩味の粉末スープ、もうこれでね一気に決めようと思います。で、後から水を入れて軽く煮込むんですが、その前に半分ぐらい粉末スープ加えて、具材にその味を染み込ませた方が、あんにした時にその全体の味はボケない感じになります。で、エビの色が変わってきたら、お酒とひたひたにかぶるぐらいのお水を加えて軽く煮込みます。で、煮込んでる際に味見をして、好みの塩加減になるまで粉末スープで味を調整します。もし味が濃かったら、まあ水を加えて薄めた方がいいと思います。で、軽く煮立ったら、小松菜の葉っぱを加えて、とろみ付けの片栗粉を加えて、このようにとろみがついたら、あんの完成です。パスタの方も茹で上がったんですけども、せっかくなんでこちらの方もちょっとアレンジ加えて、こちらも気持ち多めの油を注いで、そしてここにパスタ投入。なんで軽く油を絡めたら、このまま放置して、はっ、うわー、こんな感じで両面をパリッパリに仕上げます。そんなわけで、この焼き上がったパスタの上にあんをかければ完成です。こちらが中華丼ならぬ中華スパになります。あれ、さっき中華麺って言ってなかったっけ。ただ、この見た目じゃ誰もパスタを使ってるなんて分かんないだろうな。片焼きそばの、いただきマンモスにし、誰がマンモスにしたうん、麺パリッパリ、エビプリプリ、うまい。いや、やっぱ基本パスタって小麦粉と卵、そんで水ですか、そういうシンプルな配合なんで、基本どんな味付けでも合うんですよね。ただ中華麺とは違って、ほんと小麦だけ、その塩気とか何も入ってないんで、そのパスタ茹でる際に塩もちゃんと入れて、で、あんの味もしっかり濃いめにした方がこのパスタとよく絡むと思います。で、今回エビとか使いましたけども、もちろんそれ以外でも肉とかでも全然いいと思うんで、鶏胸肉の全然いいんじゃないですかね。で、この感じでね、わりかし見た目もいい感じに、豪勢な感じに作れるんで、ぜひとも皆さん作ってみてください。